南アフリカ国鉄26型蒸気機関車、通称レッドデビルは南アフリカ国鉄が保有した車軸配置4から8から4の蒸気機関車である。狂気の鉄道としては世界最大の出力を持っている蒸気機関車であるが空転や信頼性の問題を抱え近代化に逆行した南アフリカ国鉄の一部ともなっている。そのナンバー四百五十の赤い塗装から レッドデビルの通称がある。石炭が豊富にあることと、アパルトヘイト政策による国際的孤立により、石油の輸入に不安を抱えていた南アフリカでは、第二次世界大戦後でも他の先進諸国とは異なり、積極的に蒸気機関車の使用を続けていた。その南アフリカでも次第に、動力近代化は進展し、電気機関車やディーゼル機関車の導入が進展しつつ、あった。 しかしながら、オイルショックの影響は、そのような情勢にあった、南アフリカ国鉄にも及び、蒸気機関車のさらなる改良に取り組む契機となった。そこで共に、南アフリカ国鉄で働いていた、アルゼンチン出身の技術者リビオ・ダンテポルタと、イギリス国鉄出身の技術者、デイビッド・ウォーデールは協力して、蒸気機関車の改良を行うことになった。まず、 19D 型蒸気機関車のナン、no. バー2644を安い予算で改造する許可が与えられた。この改造によりかなりの燃料消費削減を達成することができた。これを受けて続いて1979年に南アフリカ国鉄で最新の蒸気機関車である 25NC 型の改造許可を得ることができ、これが26型となった。ポルタは母国アルゼンチンで 石炭を蒸し焼きにして一酸化炭素ガスを発生させ、これを燃焼させるガス化燃焼システムを開発した。この技術を南アフリカに持ち込んで、25NC 型のラストナンバーであるナンバー3450を対象に適用することになった。改造点としては、ヒドコの石炭に非合子を通して送る空気を半分以下に減少させて蒸し焼き状態にするとともに、 発生した一酸化炭素ガスに送気して、そこで燃焼させる。加熱管容量を増大させ、低速時には、キセルの半分を塞ぐことで熱気を、加熱管に集中させ、蒸気温度を380度から450度に上げる。さらに V 字型の前後2本の煙突を備えて、排気が互いに干渉せずにスムーズに排出できるように、されている。他にも、各種の改良が行われて、 1981年2月にサルドリバー工場から出場した。公式に 25NC 型から26型に改称され、ナンバー3450は GPCS の開発者にちなんで LD ポルタと命名された。しかし過失を真っ赤に塗装したことから、レッドデビルという通称の方がよく知られている。塗装を除けば、25NC 型と26型の外観上の 最も大きな相違点は、拡大された煙室とそれに備えられた2本目の煙突と吸気装置である。さらに乱暴度の位置を上げたため、足回りが長く見えるようになった。また長い所、煙板も特徴である。計測によれば、25NC 型に比べて、明確に性能の改善を示した。高速での出力は、計算上は、 時速 160km まで加速することができることを示していたが、試験走行は許可されなかった。動輪計がわずか5フィートであるということも、障害となった。92マイルを達成したとの主張もあるが、デイビッド・ウォーデールは82マイルを超えたことはないと反論しており、計測された最高速度は 125kmH である。運航当局は、26型は石炭を、 平均15%、水を平均21.5%、潤滑油を26%削減できるとした。26型の時速 75km でのシリンダ出力は4492馬力に達し、これは改造前の3037馬力に比べて47%の増大となっており、3フィート6インチ期間の 鉄道用の蒸気機関車としては史上最大となっている。しかしながら南アフリカの鉄道は貨物輸送が中心の時代に変わっており、貨物輸送では高速性能よりも低速時の牽引性能が求められる。低速時の性能では従来型の機関車と比べて大きな進歩がなく、加えて GPCS の取り扱いが難しかったため26型の 改造は一両のみに止まった。後に GPCS 以外の改良点を No.3454 に適用したが、改造が部分的であるため形式は 25NC 型のままであった。No.3454 では2本の煙突を左右に取り付け、煙質の拡大は省略されている。また塗装はエメラルドブルーとなっていた。なお、 改造元の25型が、宿和のような空転癖を抱えた機関車であるため、空転により向上した出力が十分に発揮されなかったとの説もある。26型最初の試験では20パーミルほどの坂で、信号停止したところ、立ち往生して発進が不可能になり、約20分の遅れが生じている。1984年に、デイビッド・ォーデールが南アフリカを去ると、 上機機関車の改良を考える者や関心を持った者は一人もおらず問題点はそのまま残されることになった。5AT 先進技術上機機関車のプロジェクトを進めているアドバンストスティームトラクショングループは失敗の原因として実験的要素の多さと空転が多くパワーアップに適していない機種であったことを挙げている。改造を元になった25型とともに 26型レッド、デビルは1992年に通常の商業運行を終えた。引退後も解体されず保存されており、2004年以降はケープタウンのトランスネットヘリテージ財団により保管され、地元のファンたちが定期的に修繕を行っていた。その後応対体復元され、2018年7月に本線へ復帰した。ありがとうございます。